おそば絶品ですね隊長。あ、調査でしたね。申し訳ない。すみません。気合入れで頑張りますから許してくださいよ。調査に来ているのは美里町、熊本のほぼ中央に位置する日本一の石段や石橋で有名な町です。地域づくり夢チャレンジ推進事業とはどういった事業になるんですか？市町村や地域住民の自主的な地域づくりへのチャレンジを後押しするために、移住・定住の促進、起業家の支援、交流の拡大、絆の構築の4つについて応援する取り組みです。昨年11月にオープンした物産館四那瀬にはそばどころ美里という食堂があるので、お話を聞いてみるといいですよ。隊長、さっきおそばを食べたところですよ。もう一回行きましょう。行こうよ。美里物産館四那瀬は地元産のそばの実で作った手打ちそばを楽しめたり、新鮮な農産物を販売しています。ところで中川さん、はい、こちらはですね、地域づくり夢チャレンジ推進事業の支援を受けて始められたんですよね？はい、そうです。熊本県や美里町の支援を受けて、そばを活用した地域おこしに取り組んでおります。地元の方の雇用や交流の場の提供できたことですね。ここは農産物や加工品などの地元の食材のみを販売していますので、県内外からのお客様に美里町のものを味わったり購入していただいたりして、町の活用化につながっております。素晴らしい取り組みですね。ということで、じゃあそばが伸びないうちにいただきます。次はどこに行くんですか？うわ、うとだけにうっとー。次にやってきたのは宇都市内にあるうとん交流館千葉蔵屋敷。ものすごく落ち着く空間ですね。そうですね、140年経った蔵を改装しておりますので。ここはじゃあ今は何に使われてるんですか？今はですね、カフェも併設された交流館ということで2月にオープンしました。へー、でも向こうの方にはお皿なんかもありますけれども、宇都のですね、作家さんだったり、うん、物産とかもここで展示販売をいたしております。オール宇都で宇都を元気にしようということで、はい。起業家の支援について様々聞いてきましたけれども、その他にもいろんな活動への支援を行っているんですよね？はい、県外から熊本への移住や定住を促進する取り組み、交流人口を拡大しようとする取り組み、他にも買い物が不便な方などを手助けする地域コミュニティの維持の取り組みなど、様々な地域のチャレンジに対して支援を行っています。この支援事業については、6月3日から6月14日まで補助金の応募を受け付けていますので、ぜひご活用ください。夢チャレンジ推進事業を通して、過疎化や高齢化で悩む地域がさらに活性化していけば、熊本全体の元気につながるということがよく分かりました。以上、調査報告を終わります。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。お送りいただいた方の中から抽選で5名の方にくまモンオリジナルグッズをプレゼントします。また過去の番組はインターネット放送局ムービー熊本でご覧になれます。さて、次回のゆけくまモン調査隊は、仕事探しと就労支援くまジョブについて調査します。熊本県の提供でお送りしました。